サッダー・アムフセインイラクのお尋ね者トランプカードとは2003年におけるアメリカ合衆国及び有志連合国によるイラク侵攻において兵士らがサッダー・アムフセイン政権のお尋ね者やバーストーの幹部や革命指導評議会のメンバーを特定するのに助けとなるようアメリカ軍が開発したトランプセットである。それぞれのカードにはお尋ね者の名前、写真、肩書きが記されている。 エース、キングなど、最も高いランクのカードは、お尋ねモノリストの上位の人物に使われた。スペードのエースは、サッターム、フセイン、クラブ及びハートのエースはそれぞれ彼の息子クサイト、ウダイであり、ダイヤのエースはサッタームの大統領秘書官、アービド・ハーミド・マフムードである。作成当初は、カードの順番は前日のお尋ねモノリストの順番と、完全には一致していなかったが、 2003年後半にお尋ね者リストの方の順番が入れ替えられカードの順番とほぼ一致するようになった。このトランプは2003年の4月11日に中央軍の作戦副司令官のビンセント・ブルックス陸軍准将による記者会見で初めて公に発表された。その晩、ヒューストンの実業家マックス・ホジズは国防総省のウェブサーバーから トランプのための高画質の画像ファイルを発見しダウンロードした。翌日ファイルがウェブサーバから消えたことに気づいて彼はカードを複製できる PDF 形式で提供する最初のイーベの売り手になった。彼は約4000ドルで1000組のトランプを印刷する契約を j ェマッコプレイングカードカンパニーと速やかに結び印刷が終わる前にイーベ、 a m a z o n .com、彼自身のウェブサイトでトランプを売り出し始めた。4ドルのトランプの早い時期でのオークションがすぐに120ドル以上に高騰した時、他の e a y ユーザーが便乗し、彼ら自身が売り出すためにトランプを印刷したり、注文したりするようになるまで時間はかからなかった。たった数日で何百人もの売り手が出現し、価格は一組あたり数ドルにまで加工した。 記者会見から数時間のうちに、ニューヨークの企業家はこのカードを販売するための、ウェブサイト baghdadrummy.com を立ち上げ、後に他の実業家たちによって、同様のウェブサイトが数十個誕生した。テキサスのリバティープレイングカード CO は、クウェートのアメリカ大使館よりトランプを製造するよう注文を受け、政府の正式な契約者であることを自称し、 すぐに国内市場での供給者として人気の高いものの一つとなった。アメリカ軍はうっかりジョーカーにホイールブランドのトランプのジョーカーの絵柄を含めてしまい、これはオハイオ州のシンシナティにある US プレイングカード社に商標登録されていた。US プレイングカード社は政府がその絵柄を使用することには抗議しなかったが他の企業がその絵柄を使用することには抗議した。 したがって、そのジョーカーの絵柄が正規品であるための要件と考えるなら、ある意味、アメリカ軍は図らずも US プレイングカード社に正規品の独占的製造権を与えたことになる。このトランプからは様々な模造品やパロディが生まれた。例えば、ブッシュ政権や共和党のメンバーが乗っているもの、著名なリベラリストや民主党の党員を乗せたものがある。また、 後の大統領選挙を記念するトランプも作られた。そのうちの一つであるプレジデンシャルポーカーは核、スーと政治的な視点に対応させたもので2004年の大統領選挙での論争を封死するポーカーの独自のルールがついてくる。ブッシュ政権がイラクに夢中になるあまりウサー・マ・ビン・ラーディンやアルカイダへの視点を見失っているとする批判がある。 この立場を取る者はしばしばその例として政府がアルカアイダの幹部を使ったこのようなトランプを作っていないことを指摘する。このトランプはエフェメラの高齢である。なぜならいずれ近いうちに当初の目的は失われ後期の目も消え歴史上の大きな出来事に関する独特な印刷された証拠品になるからである。普通のジョーカー。写真ではない。バージェス。 リザ、バイヤーズビーウェアー、ザリアルイラクアイムオリジナルサウンドトラックオンテッド、カーズアレスティルアウェイティングディストリビューション。スターツアンドストライプス、httpww.stripes.com、ニュース、バイヤーズビーウェアーザリアルイラクモーストオンテッド、カーズアレスティルアウェイティング、ディストリビューションマイナス1.4525。ありがとうございます。